映画ニスト市川博隆の映画宣言。今日映画館で見てきた幼い依頼人、韓国映画です。泣きましたね。これは実際に起きた児童虐待事件を扱ったものですから、見てる途中結構しんどいシーンもたくさんあったんですが、ラストエンドロールでは涙が止まりませんでした。おすすめの一本です。そして最近読んでいたこのキネマの神様、映画を見た後にこの本を読んで最後まで読み終えたんですね。そしたらまた涙がつつつっと。今日は泣きっぱなしの一日でした。この本とも素敵な出会いとなりました。映画化が楽しみです。去年大ヒットして大絶賛された映画ジョーカー、トッド・フィリップス監督はアメリカンニューシネマに大きな影響を受けたと語っています。格好の巣の上でやタクシードライバー、それまでのアメリカ映画は主人公は困難を乗り越えて夢をつかみ、そしてハッピーエンドになる、まあ、そういうものが多かったんですが、1960年代後半から70年代半ばにかけては反体制的な映画がたくさん作られました。それを日本ではアメリカンニューシネマと呼んでいます。背景はベトナム戦争。彼ら主人公は夢を持っていますが決して報われません。現実に打ち砕かれて悲惨な最後を遂げます。僕も18歳の時に夢を抱いて上京しました。東京という都会で見るアメリカンニューシネマは非常にインパクトがありました。僕は簡単に夢が叶うと思っていました。でも現実はそうではありません。生活しなければいけません。金がなければ生きてもいけません。バイトを転々とし、現実と向き合っている僕がアメリカンニューシネマと出会ったんです。そこにはスクリーンにはまるで自分がいるようでした。銀行強盗を繰り返し凄惨に散る俺たちに明日はない、バイクで旅をする若者たちが悲惨な最後を遂げるイージーライダー、夢や希望を抱いてニューヨークにやってきた若者が現実に打ちのめされる真夜中のカーボーイ、孤独なタクシー運転手が狂気へと走っていくタクシードライバー、精神病院で自由を得ようともがく男たちのドラマ括弧の巣の上で、他にも卒業や狼たちの午後、明日に向かって打てなんかがあります。ダスティン・ホフマン、ロバート・デ・ニーロ、アル・パチーノ、ジャック・ニコルソン、ジーン・ハックマン、彼らがこのアメリカン・ニューシネマによってスターとなりました。今回はアメリカン・ニューシネマについて語りました。ではまた。